はいえー、皆さんこんばんは、えー、10月6日金曜日22時となりました、えー、毎週金曜日、えー、長尾隆フライデーライブでお楽しみいただきたいと思います、えー、今晩もどうぞよろしくお願いいたしますお願いしますあの昨日は大阪で公演をやって、えー、今朝一で今私は徳島県にあの来ております 5日からあの徳島あ、高知の合億参議院選挙が、うん、補欠選挙が始まっておりますけどいやー、広いわ。広いんですか。めちゃくちゃ、まあ、北海道には負けますけれどただね、やっぱりあの今、自民党の候補者はあの高知県出身なんですよね。 でまあ、私、まあ、徳島、まあ明日も徳島で、えーまあ、あの対応するんですけど、やっぱりあの県が違う、あちら側の候補者っていう話になるとね、えーまあ、知名度もそうだし、やっぱちょっとあの不安感の方が多いですね、有権者的にはねやっ<あ>、えー、っぱり、ね、5億っていうのはね。 よろしくないない、まあ、確かにあの過疎地であることは間違いないっていうのはあるんですけどもただただねあの憲法に定められとこの、えー、1票格差っていうことで、まあ、果たして片づけていいもんだろうかいやこれはねちょっといろいろ問題だなと思ってあの5億の選挙区に入ったのは実は初めてでしてね。えー これを痛感あのいたしましたね。まあまだあの始まったばっかりですんでね。まあどこかでまたこの話をさせていただければと思います。今日じゃなくてね。はい。うん、はい。北海道の選挙区やっぱすごいよね。広いもので。え、ね、え。はい。うん、もうあの徳島と高知だけであのへこたれております。はい。<laughs> はい。えー、それでは本日のお相手え中野区議会議員吉田幸一郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願い,いします。はい。よろしく もう体調の方は万全ですかそうですねはいあの今日も頑張って討論をいたしましたはいえそして元北海道技小野寺勝さんですよろしくお願いします。よろしくお願いしますああ。もう寒いじゃないですかもう寒いですねもう朝走ってるんですけど息が白いですからああもう息が白いなるほど徳島もね今18度ですよああ まあ、まだね、あの、ポカポカとしておりますけれども、はい。うん、それでは、今日も、えー、司会進行はコンサルタントの榊由依さんです。えー、今晩もよろしくお願いします。お預けします。はい、お願いします。はい。はい。それでは、ライブ冒頭に告知をいたします。現在、文化人放送局は動画削除、警告を受けて、番組配信が危機です。特に、一般公開規制が厳しくなり、広告激減中です。ぜひ、メンバーシップ参加応援お願いします。 概要欄からククリック募金で制作支援番組を応援してくださるスポンサー企業も大募集中ですこの番組いいねボタンクリックそしてフィードバックは画面上のヘルプフィードバックよりこの番組は適切で安全と YouTuber でメールお願いします本日22時40分からはメンバーレベル2限定ラブ企画で視聴,者視,聴視聴者さんからチャット質問を受け付けますピックアップして長尾さん吉田さん野寺さん私が回答します ぜひメンバーレベル2月額390円登録してご視聴チャット投稿お待ちしています。そして本日のヘッドラインです。一般公開ライブでは小野寺んのツイッター110番ホームラン級の〇〇を探せということです。そして文化人的ブレイキングニュース、岸田政権解散の行方、ザ・利権トークで凋落メディアというラインナップです。そしてメンバーレベル2限定ライブでは視聴者チャット対話コーナー 夜の売国度ニュース今週の韓国のお勉強となっておりますそれでは小野寺正人のツイッター110番ホームラン級のまるまるを探せです小野寺さんお願いいたしますということで今日はですねまあツイッターじゃないんですけども先週も紹介をしていただいたこの方まず最初に出したいんですけれどもまたですねホタテを食べてますホタテ食べててですねまあこれは その次に、ドンこれなんですけど、ホタテ飯を食べてると。ただですね、上をよく見てください。食べて応援北海道、2階食堂のホタテ応援メニュー最終日。もうこれで終わろうとしてると。終わっていいのかなと。今終わるのということでですね、やっぱりずっと半端感が。 否めないということで、これはね、まあ、先週やったので、飛ばしますわ。次のやつは、皆さんにご意見をお伺いしたいですけれども、これです。EV の補助金をご存知ですかということで、ヒュンダイがですね、出してますね。国の補助金や、ヒンでの EV 購入支援金で負担はダウンということで、145万円サポートということなんですけれども、これ、韓国の EV にね、 ここんな補助金出すってこと自体僕は、うん、うんとしかもこのヒュンデの、まあ、新しいモデルは、まあ、その外国では、ね、ずっと燃え続けていて屋内に注射するなだとかいろいろな規制がかかっているそれがです、ね、日本で売り出されるということで,ですよこのヒュンデがツイッターでドーンと出したんですけれども次見てください。 安全なんですかだとか、<laughs> こんな車、ただでも乗らんわ、だとか <laughs> いや、駐車場で爆発したり、制御不能で190キロで暴走したりするんですかだとか、次、ドン。よくもまあ、だとか <laughs>、金もらってもただでもいらんわ、だとか、次もドン。もうひっくり返って燃えてる写真ですとか、まあ、ど,んど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 ん、もう99%がこういうですね。 何て言うんですか、こんなもの乗らないだとか、ふざけるなだとか、挙げの果てに竹島は日本の領土だとか、もう、もう、もう、攻撃しまくられてるんですよ。次も、ずっとです。ずっと攻撃しまくられて、次もです。ずっと火を吹く車でとか言ってですね、最後にどうなったのか、どん。非表示の返信、つまりですね、ぴゅでのツイッターで今ですね、書き込みができないか書き込んでも、 表示されれななくなってるとということでこでですね新しい車を売り出そうというヒュンデがですよツイッター出したのに下に書いてあるのがほぼほぼ99%否定的なもので非表示にしてしまったということで驚いたんですけれどもこれ、まず吉田さんどうですかこれねあの私もこの記事を取り上げるっていうことをお聞きして1個あの、えー、投稿をなんだろうな。 投げたたたんんんでですすすけけけどど今さ出出出出せます出せせまなないいいいからしていただければこの方僕と、まあ、あの相互フォローしている方なんですけれども、うん、まあ要するにこのヒュンデーの車は世界中で。 あの燃えてますよと、これを一個一個ですね、各、うんまあ、ニュースサイトからですね、えー、写真を集めて、まあ、ざっと見これだけもありますよっていうね、ご投稿を頂い,いてたんで、も <laughs> 紹介、リツイートしたんですけど、本当にこういうあのく車たちですよ。あのだから 日本の、えーまあ、どこの政党が大臣やってるかちょっとド忘れしたんですけど国交省も、まあ、よくあの、まあえー、認めたなあと、うん、あのちゃんと、えー、検査してるのかと不思議に思うぐらい非常にこう、えー、世界中で、まあ、燃え広がっている車、うんえー、というか1、まあ、車種だけじゃないんですよ。 あのいやだからか韓国者だけ検査を緩くしてるんじゃないかって疑うぐらいですね世界中で問題になってるんですね、うん、あの日本の国交省は何をやってるんでしょうか本当菌代の粉とかいうのがめちゃくちゃ燃えてるんだけどそれが日本で発売になるっていうことで。 まあ大騒ぎになってるっていうことで、これ、補助金まで出されるってことで、長尾先生、どうですかこれいやもうこれ、私が国会議員だったら、絶対質疑やってますね、少、ね、なくともうあの自民党の部会でね、これ、大問題になっているのかな、ちょっと未確認ですけれどもね。なってないんですよ。えーえーまあ、なってないようであれば、やっぱり、とにかくあの国交部会で、徹底的にまずはあの自民党の中で、 えやってもらいたいたですね、まあ、必ず自民党の部会にはあの役人があの局,、えー、局長クラスが必ず出席しますんで、えー、直で質問ができるなぜこんな車を販売を許したのかとだってね日本車だってちょこっとしたこと、まあ、ちょこっとしたことだからといってこの軽んじているわけじゃないですけどあのリコールとかあるじゃないですかあれだけ大騒ぎするわけですよ。 いいいい意味で、ね、当然大騒ぎにならなならきゃいけないとだけどこんだけね今紹介があったように燃えているという状態の中でねこれは放置する方がおかしいわけであとねちらっとコンビニ挟んだんだけどヒュンダイ車はね確かに保険がちょっと効く場合効かない場合多少ちょっとあの保険料に特別保険料を取る取らないのなんかちょっとそんな話は聞いたんでちょっとその観点からもね ちょっとこの問題これからも取り上げてみたいなと思いました。なるほどということで、まあ、お二人に聞いたので最後これを紹介してこれは榊さんにご意見をお伺いしたいということですけれどもこれです最後に僕が選んだのは「ここまでぼかして悪用しているのにこれですね離婚相談」ということで私という写真をですねここまでぼかして、まあ、悪用した愛さんという方がいるんですが。 これだけ顔をぼかしているのに人物が特定できてしまうこの写真のパワーがすごいということでああ、ね、なんでここまでぼやかしているのにこの方は誰かわかるのかということでね <laughs> これもうびっくりしたんですけれども <laughs> どうですか榊さん <laughs> 同じ女性として。あのやっぱり、ね、このフォルムがね、うん、このフォルムが <laughs>。 またあの特徴的だから分かりやすいな、うん、もうこれだってすぐ分かりました笑っちゃったもんここれれ、ね、自,自分でぼかしてんの<っ>こ<れ>本人がそうすごいぼやかして言ったら、ね、本人がぼやかしてんの違います違います違う人が「私だ」って言ってぼやかして出したんだけどぼやかした意味がなくて「悪気 <laughs> にしてるだろ」うっていう騒ぎになっちゃったということで。 これ坂木さんがねこれだけぼやかしたら絶対まあ輪郭もシュッとしてるしわ、はい、かんないはずなんだけどこの方がわかるといろいろのい見た目のことは言いませんよすごいパワーだなということで、うん、やっぱりツイッターの世界は、うん、僕にかいということで、はい、今日は終わりたいと思いますありがとうございますはいすごいインパクトお <laughs> かしても分かっちゃうってすごいですね小野寺先生ありがとうございました、はい、それでは文化人的ブレイキングニュースです やっぱり中国厳選沈没したんじゃないってお話です。あの、フライデーナイトで以前も紹介させていただいたんですけれども<か>ね。覚えてます。で、これ結局やっぱりえっ、ー、とあのイギリスの新聞が機密情報を引用してるらしいんですよ。なので、確実性が高いんじゃないのという記事ですえー、中国からもイギリスからも公的な情報は出ていないんですけれども、ザタイムズとデイリーメール、両方ともイギリスの記事あの新聞ですね。 歴史ある新聞社はイギリスの機密報告書の記載によるとと報じています。両氏とも2023年8月21日航海において中国人民解放軍の原子力潜水艦「093417」がチェーンとアンカーによる障害物に衝突これによってシステム障害が発生し船の修復度不順6時間を要した。 船内の酸素システムが致命的な故障を起こし、少なくとも船員55人が死亡したと報じていますということなんですね。でこれ、中国全面否定していて、で他国,の国に援助要請もしてないんですよ。なんでかって言ったら、これ、えーとですね、西側の潜水艦を捉えるために仕掛けたトラップに自らかかってシステムエラーが発生したことにより、酸素供給システムが致命的な誤作動を起こしてしまって、この55人全員死んじゃったんじゃないかということらしいんです。 でこれね、ポイントなんですけれども、8月21日にこの源泉が沈んだんですよね。で、ああの日本の処理水放出って初回が8月24なんですよ。で、ちょっとこう時期が一致しすぎてはいませんかと、で、山東省付近の航海でらしいんですよ、源泉がどんどん沈んだのって。 あの汚染されたもうでも日本のせいだっていうためにでそれをまた日本がその意を組んでそんなもしかしてソルシェ法とか何とかかんとかとかいろいろあるんじゃないのって思ったりするんですけども小野寺先生これ取り上げてくださったので今日あの記事にしたんですけれどもいかがでしょうかいやこれね本当昨日も実は吉田さんと一緒に話したんだけれどもこれ本当にまあその。お 8月の24日の段階で「ニュースウィーク」の方で、まあ、本当に場所だけが台湾の海峡だったんだけれどもあとは中国の原子力潜水艦が重大事故乗組員全員死亡説もということで、まあ、イギリスの情報によるとみたいなことでこういう記事が書かれたんだけれどもなぜかね 産経新聞だとかいろいろな軍事評論家があそれはデマですみたいなことでね、デマ説が流れてしまって、結局、あれは違うんだなという話になったのに、今、もう一度こういうのが出てきたということで、やはりデマじゃなかった可能性もあるよなと、そして今、榊さんが言ったようにね、21日にこういうことが起こっていて、24日の,、まあ、その日本のね、 その処理水放出に文句を言ったっていうのはもしかすると本当に山東省の黄海の,の近くっていうことはかなり中国寄りの場所なのでもしそこで重大なその放射線漏れだとかがあるとあの塩を買いだめするという騒動ももしかすると本当に自分たちの海から塩が取れないっていうことでああいう騒ぎになったのかもしれないなだとか。 あれだけ中国が孤立をする、それでもおかしい日本はと、そして大学の方でもね、そのシミュレーションを作らせて、何やら海流の向きが全然違うのに、中国の海岸一帯に放射能の,その、ね、汚染水が押し寄せるみたいな、あれももしかすると中国国内の国民にも向けてもね、これ汚染されてるの、日本のせいだからみたいな、そう,そういう。 ことでやった可能性もあるなということで本当にねこれは感化できないなというふうに思ってますよ本当ですよこれね、うん、アジアの大事な海を汚されたわけだから賠償しろって日本政府今こそ言えって思ったりするんですけども石田先生昨日お話これ取り扱ったということですけどいかがでしょうかあのこれいまだに未確認情報ですあの要するに未確認な、えー イギリスの新聞なども取り上げたけれども、もちろん共産党独裁中国政府は否定をしているしで、台湾政府も否定しているのかな、いまだ。各、ねね、国政府はそれぞれ公式には否定,否定してたり、まあ、沈黙してたりしているんですね。だけどだから うそだろう、デマだろうっていうふうに断定するのもそっかしくて愚かなことで、こうやって、まあえーまあえー、ロイターも報じてかな、はじめニューズウィークが報じて、レインメールが報じて、ザ・タイムスが報じて、でっていうふうに、まあそのえー、西側メディアは結構こういう、こういうことを報じることに勇敢なんですよ。未確認情報でも 世界に影響がありそうなことだと未確認だけどって言ってちゃんと報じるんですね、そこは日本の,、はい、あのうんこみたいなメディアと全然違うところなんですが、だから、えー、メディアリテリシーを持たなきゃいけないというのは、えー、だから本当だって勝手にあの決めつけされるようのも間違いで、本当の可能性もある、えー、フェイクの可能性もある、両にらみで両方,両方からの説明あの、えー、中国の日本の。えーうん 処理水の放出についての発表したようなあの変な対応もですねあの、両方の可能性があると思って、えーまあ、なんだろうな、慣れてない人は中途半端な状況にあの我慢がならないかもしれないんですけど、こういうことになれなきゃいけないんですね。例えばあの、まあ、僕よく例に出すのは、あのえー、旧、えー、に独創戦ののまの、まあ ポーランドの将校、市民などを殺してしまったカチンの森事件というのがあって、あのソビエトおよびロシア政府はです、ね、ソ連が崩壊するまでカチンの森の虐殺はナチスがやったってずっと言ってたんですよ。で、ソ連が崩壊して、戦後何十年も経って初めて、エリツィンの時かな、あのーに、初めてロシアは公式に謝罪したんですね。 というふうに、まあ、独裁国家、共産主義国家における、えー、重大事故というのは、体制が壊れるまでですね本当のことが分からないぐらいのことなので、えーまあ、この事件も、えー、共産党独裁中国が倒れないと、えー、あ本当にこの事故が重大事故があったかなかったかは、えー、ずっと両方し続けるぐらいの、えー、神経の太さが必要です。わわかかるかるそうですね ただこのタ今、ザ「THETIME,」っていうこれは今ルパード・マドックの持ち物みたいなので、ということは、あのまあ、ちゃんと報、まあ、中国に甘いから、ルパード・マドック自体は、そのザ「THETIME,」が報じてるということは、まあ、そういうのもあったりするんじゃないのと思ったりもするんですけども、あの長尾先生、あの政治家は、はい、政治家というか、まあ、省庁、この、まあ、外務省になるのかな。 この情報って、いち早く絶対に正確な情報を集めなければならないですよね。あのこういうのってどうなってるんでしょうか、あのこういう話を聞きますか、永田町界わいから、私、今、永田町にいないので、何とも分かりませんけれども、ええ、まあ自民党の部会やなんか、多分どちらかというと、これはあの調査会であれっということを。 ひなな壇とと役人との間でやり取り取は少なくてもあるでしょうねである中で未確認だから、まあ、まだ調査会の方で相乗に上げるべきか否か、まあ、その辺ちょっと今調査会どうなってるのかちょっと分からない今もうとにかく今予算でものすごくあの各部会悟界ひちゃかめちゃかになってるんでさあ去りながらまあ調査会は あの予算とは関係ありませんので、小野寺いつのり調査会長が、何かしらの動きをされていらっしゃるんじゃないかなと思いますが、私も実は吉田議員と同じ見解で、これは未確認っていう部分で、ただ、小野寺さんのお見立ては、使用の問題や、あるいは海洋放出の、僕の話も可能性ですからねああそうそうそう。<laughs> あのそれはあのそういうのはなるほど話としてはあの想定されてもいいんじゃないかなとつまりあのいつもそういうこともあるかもしれないというものをねやっぱ持っとくべきじゃないかなあとねちょっと脱足だけどあの皆さんあれいや見てないんですよまだ先生から言われて見たいなと思ってて <laughs> あのね実はねそのえと主人公の楓四郎っていうのが まあ、あのディーゼル潜水艦のね山並みっていうのがあのソ連の原子力潜水艦と衝突して沈没してで海江田四郎以下、まあ、76人だったから全員の生存が絶望的だっていう報道でとにかく彼らをもう殉職ということで終わるんだけれども彼らは実は第7艦隊の指示の下米国があとにかく日本の うん、その原子力潜水艦シーバットって言うんだけどここにですね死んだとされる70数人が全部原子力潜水艦の中に移って第7艦隊とともに、まあ、あの秘密の、えー、ミッションをやるっていうまあそれは中国であの起こるとはあの思いませんけども。 あの僕は「沈黙の艦隊」のその、えー、あ<ー>話を思い出したなというところでこれもね,ねあの今原子力潜水艦っていうのがどれだけ世界にインパクトを与えていくのかっていう部分その観点からねとっても興味深いんであの30年前の,あの漫画です。 私もあのファッツマイケルと一緒にあのモーニングでいつもあの読んでえおりましたので、あの視聴者の皆さんもね、ぜひあの沈黙の艦隊あのまあ別に私そこからあのお金をもらってるわけじゃないですけど、<laughs> ぜひお金になることをあのお勧めしたいと思います。私は初日朝8時25分からあの池袋で見てまいりました、えー。漫画の方は、はい、あの当時読んでいました。はい。えそうなんだ。<laughs> で今ね、空母息吹っていうの連載してますよね。そうそうそう。まあ、何ていう雑誌何ていう雑誌なんですかモーニング。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 うんわかりました。ではない。すみません。あの政府はきちんと情報を集めてもらいたいなと思います。はい。集めてるよ。集めてますよ。絶対集めてる。ただ、これね、マスコミが。 こういう報道もあるっていうことで、まあ、産経新聞だってねこれはデマだって言ったんだからただこういう報道はやっぱり出てきましたよっていうことは産経新聞としては報道すべきだと思うし、まあ、こういう話があるっていうことも一切言わないで 2>,、うん、2回目の放出が大騒ぎしてるからちょっと日本のマスコミ違うんじゃないかなと思っちゃいますよね。うん、う本当でですすよよ政治家もはっっっきり言ててくれって話ですよ これあったら汚すな汚染するなって逆にいいえしまよねそうですよ <laughs> と思ってしまいました皆様いかがでしょうかはいそれでは四番参ります北政権解散の行方です山田区市の謎の情報漏洩と日本保守党との予想よし日本保守党の予想以上の勢いということです四番ですええー、自民山崎氏森山市から電話 今選挙のある自民は 3, 3議席減るだけという記事を紹介し3議席減でとどまるいろいろな情報が錯綜していますがこんな情報は初めてですしかしある意味重要な情報です慎重に情報収集していきたいと思いますということです。そして5番です吉田さんがリツイートザクザクさんのツイートです 解散戦略大混迷、北首相自身が打ち消し発言、先延ばしなら維新に追い風、えー、不気味な日本保守党、自民を割れば大政局という記事を紹介し、党内政局を加速させる波乱要因もある、百田直樹氏と有本里氏が立ち上げた日本保守党だ、えー、6番です、えー、こちら富士編集局さんのツイートです。 日本維新上回る党員数4万2000人超という記事ですね。えー、ジャーナリスト有本薫氏の遺読制読ベストセラー作家、百田直樹と立ち上げた日本保守党は党員4万2000人超、予想以上の勢いです。選挙50回とならない決意ということなんですけれども、これって、あのか長尾先生、はい、なんかあの噂ありますか そうした。あのね、先週まではですね、<っ>自民党の世論調査は十元とか七元とか、まあ、下げ止まったっていうことなんで、年内に。えー、きっと解散総選挙あるんじゃないかなという話だったんです。ただ、えっ、ー、と、先週出た。あの、まあ、これ、え、九月中旬下、下旬かな、その調査ね。えっ、ー、と、これ、あの、アベル類さんも、あの。も おっっっしししゃってままたたけど僕ちょっと生の数字をあのもらいましたなんと自民党が40議席減公明党が10議席減あとね、えー、立民が96から108に増える、えー、国民も6増えるで共産党も4増えるでなんと維新がね41議席から69議席に増えるともうとんでもない数字で下げ止まりどころか。 もうとにかくあの事故で過半数が危ういという可能性も出てきたんで今週になって急にこれ解散はないんじゃないかっていうそんな話になってきてますね。とするとこの山田区さんのおっしゃってることっていうのはこの三なっていう数字っていうのはまあ私も一応在野にいながら。 あの自民党の生数字っていうのは接,触あの接している部分があるんで、この数字っていうのは見たことがないんで、まあ、山田さんがなんか意味でも見た数字なのかななんていうふうに<あ>あの思ったりなんか、してますただのネット上の噂みたいなツイートをあの見,見たのであの、あんまり役に立たない情報ですけれど、この山田さんのさんっていうのは、あの 日本保守党に取られる数字が3議席だけっていうのを本人が誤解したんじゃないかみたいにつぶやいてる人はいましたあなるほどねそんなの記事にしないでって話ですけどああそれでねさっきねあの有本薫さんの,あの記事も出てたんで、うん、あの日本保守党は、ね、今のところさっきの選挙のご助会にはならないっていうそういうあの表現がありましたよねで今はね。 選挙に出るあるいは何人候補者を出すということよりもまずは党員の数をとにかく増やしていく増やしていくと、まあ、かなりねあの手堅いところからきっちりとやられていく、まあ、そんな流れのようですね。えーまあ、僕ららら、まあ、選挙年がら年が中あのやってるる側からすると まあ選挙出てなんぼっていうような部分に一気に進んでいってしまうんですがまあ日本保守党はまあもちろんあのどこかのタイミングでそういうことになるんでしょうけど今の状態ではひたすらあの党員を増やしていくまあ普通であれば選挙に出て地方議員を増やしていくという。 選手帳例えば大阪維新の会は取って国際政党日本維新の会が誕生したとまあ同じ道をたどるというよりは日本保守党独自の路線をたどっていくんじゃないかなとまあそういうことをあのこの記事では書かれていたし有本さんもそういう情報発信をしていらっしゃるんで次の衆議院選挙まあ何に候補者出すかっていう話は今のところないようですね。 地道に地道に、うん、あの進んで行かれるようです。じゃ次のその衆院解散のことがそのメインではないってこというか、そこがターゲットではないわけですね。あそれはわからないです。うんええ、いや仮にですよ。うん、この短短期間にね、今自民党があのまあ110万人のお党員がいますけど、えー、そのぐらいあのあ集まってくればあの十分それだけいれば。 私も、俺も選挙に出てやろうっていう分母が増えていくんでね、そ将来的なことは分からないですけどね、今のところは党員を地道に集めていくと、まあ、そういうあの順序をたどられるようですね、それはそれであの成功法だと思います、うん、あの私、あんまりその情報をあの集めていなくてですね、百田さんと有本さんは出られるんですか じゃ空は知りません。出ないんじゃない、こわかりませんけどね。うん、出ないんじゃないですか、ねまあ、出るのか出ないのかっていうことで、えー、日本保守党のおまあその後のおシナリオっていうのは全然変わってくると思うんですよね。うん、それはまあ日本保守党が考えることですね。うん、はい。長尾先生、こうアドバイザー的な立場で。 あの、保守党のアドバイスしてんですよね。なんか、えしてない、してない、してない。私は人事だけれども。誤解を招くようなこと言わない。してない、してない、してない。言ってま、おっしゃってませんでしたっけ。いや、言ってない。いや、じゃ、バックヤードの体制を。や、やる、あくまでも、一般論の相談を受けたことは、あ、りますよ、ということですね。うん。日本保守党として、こうしろ、ああしろ、なんてことは、あの、とてもない、あの、そんなメ滅相もない。あ。 分かりました。そこは誤解なきようにお願いいたします。いいやいや。あ私あの、視聴者の方にお願いしますよ。誤解なきを視聴者の方にお届けしたいと思います。この日本保守党の勢いですけれどもあの、吉田先生、どのように考えていらっしゃいますか勢いですかあの勢いはす,す,す、まあ、素晴らしい、すさまじいものだと思います。で、今、あの長尾先生の話をお聞きをしていて、あ あの私はこれ、理想的だなと思ってます。あのまるにこう、慌てて、なんか海の元ものとも山ともに付かない、山系の、えーうん、なんだろうな就、就職活動みたいなあの人をあの、まあ、すり寄られてというかね、あのまあ、慌てて立てちゃってで、まあ、党の勢いで当選したら、不始末ばっかり起こして、その尻拭いで。 あの党のイメージがどんどん悪くなっていくみたいなことではなく、きちんとあのしっかりと党員どうし、同じ政策理念、思いの人の集団をしっかりと数として作っていって、そういうあの腰の据えたやり方であれば、候補者の審査もまあじっくりと厳しくやると思うんですね。本本当当ににちゃんととしした人人をを身体検査してですねこれは本当に大丈夫だだいう人だけを あのまあ、議席至上主義じゃなくあの、早く数を作ろうじゃなくって、本当に長く一緒にやれる、えー、人を、えー、確実に少しずつ通していくあの、非常に日本の政党ではこれまでなかったあの素晴らしいああの気な、気長だけれどもあの、実は長期的には安定的なあの、まあ、アプローチじゃないかなと。 ですそしてもう一つ大事なのは、日本の選挙っていうのは、まあ、世界の先進国で一番金がかかるんですね、例えば供託金とか、あのいうことを、あの次の選挙に向けてつって無、まあ、無理やりの金集めをするみたいなです、ね、そんなこともしないで済むので、あの私は非常にあの堅実なというかあの、方法だと思います。 あ確かに吉田先生がおっしゃるとおりですね、まあ、今、吉田先生のお話で私はなんかね、維新っていうのが頭に浮かんじゃったんですけれども、もう9号しらいでも候補者かき集めて、もう事故だらけっていう感じですね、確かに百田さんの戦略、なるほどなというふうに理解できました。それでは9番参りままいいりりすす、えー、先生に伺いたいことがあります 利権万博利権オリンピックについてです札幌30年冬季五輪の招致断念34年以降へ仕切り直しということです共同通信の記事です札幌市が2030年冬季五輪パラリンピックの招致を断念する方針を固めたことがいつか分かった複数の招致関係者が明らかにした34年大会以降の開催を目指す方針で招致活動は仕切り直しとなるということで、えー、秋元勝博市長が オリンピック JOC の山下泰弘会長と会談したということなんですけれども小野寺先生、これ、どのぐらい取り扱われてますか、うん、北海道で大きく扱われてますか。まあ、北海道新聞はやはりこれね、まあ、オリンピックのことなので、大きく扱ってるんですけれども、はい、ただね、電通の不祥事だとか、そういうことで、まあ、その攻撃をしていたっていう部分もあって、まあ、道民のね、雰囲気、札幌市民の雰囲気を見てみると、 そんなものやる必要あるのかなっていう雰囲気だとかこれ本当に汚職まみれの東京オリンピックを見たら札幌でやるっていうのは問題あるよなっていう声がかなり大きくてそして札幌としてももうほぼほぼ行き詰まっていてで今年の2月とか3月にちょっと市民に対していろいろアンケートを取ったりその世論調査をするみたいな話があったのにそれすらもできないで。 中途半端なままでずっとどうするんだみたいなことで今回の話になって、まあ、30年は残念だけど34年以降頑張りますみたいなことを言ってるんだけどほぼほぼ今の雰囲気だともう一度盛り返してやろうみたいな感じにはなかなかなっておらずそして東京オリンピックでの不祥事っていうのがね全て明らかにならないと多分札幌っていう話にならないのでそちらとも両にみでいくとしたらですね これ、かなり厳しい状況に陥ってるっていうのは、正直なところだと思いますね。うん。どうでしょう。あの、皆さん、安心してる感じですか。あの、このまた。うまた、どでかいイベントで、お金を大量に使って、っていうことがなくなったということで、どう、あの、安心してる方が多いんでしょうか。どう見ても。僕の肌感覚で、あと、まあ、札幌市議会議員も知ってる方がいるので。いろいろ話した中で、三割、二割ぐらいが。 行った方がいいいんじゃないのかただほぼほぼ大多数がやる必要ないよねとか無関心だとかいうことなので多分やめた方がいいよね絶対損するもんでみたいな雰囲気なのでまあ,あよかったって言ってる人たちが多いと思いますよ。 いやよかったですね。じゃあ、秋元さん、正しい判断をされました、とりあえず。秋元さんはやりたいの。やりたいんだけどもできないということで、結局は中途半端になってできないのよ <laughs>。秋元さんはやりたくてやるってしょうがなかったね。そうだよ。ああ誰が諦めたんですか、ね、最終的に。秋元さんはやりたかったんだけど、東京オリンピックで不祥事があって、そして、まあそのね、逆風が吹いてきて、結局やりたいんだけど、やれないっいう囲気にになっちゃった。うんうん、結局さ、じゃあ、最終的にはそのもう空気で。 そこそもう無理だっていう感じで無理だもう結局はやりたかったんだけどやれないっていう話になった、まあ、とりあえずあのよかったですね <laughs> 本当によかった、うん、万博どうなるのかなっていう感じですそうなりますとそれでは最後のお知らせになります <laughs>、うん、14番です<い>、えー、長尾さんのツイート紹介します今後の長尾隆の爆裂トークライブの予定ですざっと並んでますけれどもこれ場所だけ上から言ってきますね 浜松、札幌、大阪、熊本、田川、静岡、大阪、名古屋、金沢、浜松、某団体、CPAC、ジャパン、横浜、岸和田、唐津、東京ということです。長尾先生、全国ライブすごいですね。あ、多分これは川さんが読んでるのは古いやつだと思うわ。あ、そうそう。今、画面には正しいのが出てますんで、はい、画面の通りです。 皆さんお会いできるの楽しみにしております。すごい、もう本当にこれ。あともう一個あの増えると思います。はい、すごい、ねね、それは前ですか、はい、あですか？えっと多分12月にもう一個増えると思います。ああなるほど。はい。楽しみですね。バックレストオフライブの内容は、はい、あの長尾先生のトークとでそしてあのギター生演奏の歌なんですか？ギターはやりません。<laughs> ギターやらないの <laughs>？ 文化人の、ね、加藤清隆さんが、ね、勘違いして今、ほらあの今週から加藤さんと畔蒜 <laughs> さんとあのレ千葉れちゃんと一緒にやることになって<お>長尾さん、なんかギターライブ全国でやってんだって<お>歌手になるのとかいや<お>トークライブですからそんなんやりませんよってなんか今日勘違いいいい多多ね私、うん、<の>ギター弾きませんよ。うん えギター弾かかかななったいてライブハウスで、うん、あのトークライブをやったことが過去4回あって、うんでまあ、会場があのライブハウスならちょっと弾きますよっていうのは過去4回3回か3回ありましたね。うん わかりました、えー、それはあくまでもギターはあのイレギュラーでございますテ、はい、レビ、ね、話しながらギター弾いてたらさギター侍みたいになっちゃうよ <laughs> いやでもね楽しみの直後この番組を文化人放送局さんでやっていただいた時はあの毎週2曲ずつ僕でこの番組でギター2曲歌ってたんだよそうだったんですね あれ吉田君知ってるよねあのその時から参加してますから聞きたくもない歌を聞かされてさ、かなりむちゃくちゃうまいのでうん、だからギターで全国ライブって言ってもそれはもちろんおかしくはないんですけど何のためにやってるか分かんなくなっちゃうもんねでも一回一緒にあの練習にしに行ったよね中野新橋の俺のアリストにねそうなんですかライブハウスでね坂木さんも一回行ったことあるじゃん あそこか。あそこ。ああ,あ。うん。あの、すごい上手な人がいて。あの、その演奏に合わせて歌うと、ちょっぴり上手くなった気がする。いや、上手ってか、あの人プロだから。あ、プロだから。本当にデビューしてるからね。<laughs> 上<手>今も、までやってるから、全国ツアー。<laughs> すいません。今日ね、滑りっぱなしなのよ、私。あ、そう、最後に。<laughs> うん、国会議員とか、地方議員の人って、なんか歌うまい人多いのよ。そうかな、ね え、議員さんって歌上手い人多くないですか?。そうでもな,多くない。でも、座持ちがする人は多いですよね。そう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 、なんかその、上手くないんだけど、盛り上げるだとか、そういうことはやら、ね、ない。小野寺さんだって、超有名なアーティストのほにゃらほにゃらほにゃらにゃらと関係がありますもんね。ないですよ。はい。<laughs> なんだろう、ほにゃららほにゃらら。ね、もう侮れませんよ、これ。はい。はい。はい。 はい、これはじゃあメンバーレベル2限定ライブでいうことでしょうかはい。ぜひ長尾さんと一緒さえの個人献金ご寄応をお,お願いします。また今だからこそ長尾さん経営での自民党への入党へお願いします。長尾隆氏 YouTube チャンネル、小野寺政で YouTube チャンネル登録お願いします。有料メルマが長尾隆の国会戻るまでにこれだけは言っておきたい登録をお願いいたします。それではこの後はメンバーレベル2限定ライブです。ご移動お願いいたします。本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。